今日のビデオでは4週間目の子猫たちの様子を固定カメラで撮影したものをご覧いただきたいと思います。この時期っていうのは、こう活動範囲が広がってきて、よちよちしながらもですね、いろんな動作をこう学んでる時期なんですね。ですからすごく子猫っぽくて可愛らしい、そういう時期になりますので、今日はあまり解説を入れずに、この映像をあたかもご自宅で自分の子猫を見ているかのような、気分でお楽しみいただければと思います。
今回の姫ちゃんの子育て日記では、4週間目の子猫の様子を固定カメラでご覧いただきました。次回以降もこういう可愛らしい子猫の姿を、記録していきたいと思いますので、引き続きお楽しみください。